ちょっと待って、うん、これなんか聞こえてます？声どうですか？あ、聞こえてない。あ、こっちは入ってる。こっちは入ってる。こっちは聞こえます。こっちは行ってます。こっち、なるほど。あ、こっちがいいな、とりあえず。はい、はい、分かりました。はい、松澤美弘っていうのをですね、聞いたことがあったっていう人。聞いたことあった。聞いたことがあった。あ、やっぱり一応今日は一番多いね。そうか、なるほどね。松澤さんの本か講演かセミナーを実際聞いたことがあったっていう人。お、もう結構いますね。そうですか、そうですか。はい、まあ、一応10年前から知り合いだったんですけど、まあその時はどうなんですかね、なんか、うん、まあまあそれから意外に早く本も出てですね、魔法の質問とか言ってですね、何が魔法の質問かみたいなね。まあちょっとやっぱ肉食野郎系はなんかねみたいなね。なんかで質問がとか質問かみたいなね。でまあ、元が多分コーチングとかメンタルエス協会 の、ね、優秀な卒業生だから、みたいなね。まあ女相手のなんか答えはあなたの中にあるとか言って、まあ騙すような仕事やなとかね。まあなんかねとかね。そう、まあ私らこう講師そのコンサルっていうか、まあ私らもお互いね口先ですけど、まあ私が大体うちなんかの前はね、いやもうこう今こんな感じでして、そりゃ交代やるんだ、怖いみたいなね。まあどっちかというと大体そっち系が多いんですよ。野郎肉食系の講師、コンサル研修講師系が大体そうです。もう人の話聞かないね、こうやれみたいなね、聞かずにこう言うっていうですね、言われでしたけど、うん、まあそれはやっぱりできる営業マンなんかも実はちゃんとヒアリング傾聴した上でこう提案するっていうのは、まあ実は肉食系でも、うん、ちゃんとやってる人はやっぱりちゃんと聞いてる、質問もちゃんとしてうまい答え引き出した上で提案するみたいな感じだったんですけど、うん、まあただやっぱりなんかコーチこのメンタルフェルス、うん、なんかねと思いながら、まあ、私も病んだ経験が相当あるんでですね、うつ病で何回も行った自殺ミスも行った経験があって、まあ実は気になってたんですよ、こっち系がコーチとか心理学とか。前から気になっててですね。で、まあ、10年前からでもおかげさまで、ね、あの私の素晴らしい愛妻様のおかげでですね、あの仕事もちょっとうまく、いくようになったと思ってたら、今年油断してもうお金が貯金がもう200万ないんだっけ、ない、まあまあそれはいいんですけど、じゃあ10年前から非常にいい状態で、まあ、ありがたいことに周りの皆様のおかげなんですけどね、ということがね言えるようになったで、最後ね、前はずっとね俺がすごいだろうと、俺の力与えてしか本当思ってなかったし、言葉にも、うん、皆様のおかげですとかねなかった、私なんですね。でも多少は今ねアドリブで話してますけど、まあそうそう、無意識状態でまだないけど、ちょっと考えながら、あ、やっぱ皆様のおかげですって言わなくちゃみたいな感じで今言ったんですけど、それでも私にとってはいや私にとっては相当な成長だと多分思うんですけどね、それはねやっぱ実は最近そのコーチング系とかメンタルヘルス系とか、なんか怪しい心理セラピスト系とかですね、前世とか、あ、この前ですねちょっとあの、ね、面白かったんで、上優文弘さんの、光の魔のですね、怪しい信者の会合にもですね、外部の人間としてちょっと行かせてもらいますけどね、話がもう全くほとんどメンタルヘルスみたいな内容でしたね。親子関係トラウマの話とか、まあ仏教ブッダの話が中心でしたけど、極めてまともで非常に良かったですね、うん、まあさすがやっぱり、そういうのだけ30年やってきてるだけあって、なかなか、でもそれはちょっと私かじってたから、こっち系とかこっち系とかいろいろかじってたんで、上優さんからもほとんど同じ話が出てきたんですよ。なるほどね、やっぱり人の悩みやトラウマやその基本の原理原則系っていうのは、うん、いい話ってのは同じなんだなと、いうのが分かって、もっとこっち系を勉強早くしておけばよかったと後悔はしてなくて、いやいや別なところでガーッとやってきた20年ぐらいの経験があるから、多分こういったのを心理系を勉強してもですね、入り方がやっぱね早いです、あの理解の仕方がと自分は私は思ってますよね。今実践経験はバーってもういつも、仕事のビジネス経験を含めて、心理学やると多分非常にこう加速的にいいですよね、そういった経験があったことですね。実は
増田さんも過去もう倒産破産夜逃げみたいな状態に何回も実はなってるの、商売いろいろ失敗してきました。まあそういうのが経験があるから多分今みたいにですね、まあある意味ではそう大成功系に今行ってきてますけどね、非常に、まあ、10年前からの知り合いだから非常に嬉しいですね。嬉しいで嬉しい、同じ公式系だけども客層が全く被らないんで、だから思い切って応援できますいや本当ですよ。いや私も実はね今ちょっと高知系とかね、これは面白い NLP とかね、あアンソニー・ロビンスがいるじゃないですか、うん、あれってなんか私と同じ肉食系じゃないですか、グワーッとこうやってねガーッとハッイエスイエスイエスなんかねこう分からんけどさ、まあどうでもいいんだけどちょっと、ね、そっちも私高知系も、なんかそっち系もねちょっと本気でやっていこうと思ってるんですよ。でもやっぱね同じそっち系でこう勝ち合うと嫌じゃないですか。では増田さんはまあ言ってみたらやっぱ女性にとって非常にもう大人気でですね、まあ私はヤロにとってですね、まあヤロが大好きだから、まあ、全然客が被らないですから、そう被るような人は応援しないですねしませんや、それは当たり前です、まあそういったことで、だから今日は実はね楽しみだったんですよ。メイン講師増田みひろにして私が主催、全く真逆で実際どんな人が来るんだろうと思ったら、まあある意味ではやっぱ想像通りでしたね、うん、まあちょうど半分ずつ、男女比は半分ずつなんて替えの主催ではありえないですよね。だから 95% が野郎ばっかりですから、まあ、さっきも言ったらあとの 5% は女だけど中身が親父みたいないやほんなら毎回そうですからね。今日はなんか女が半分だけどそのうち半分以上は本当にこうなんかちょっとこうあそちらの女性ならほら女らしいですよね感じがね、うん、まあそこの女はこうなんか肉食系ですからね、はい、うん、まあもともとのタイプです。だから非常に私にとっても今日はちょっと、うん、まあちょっと違和感があるっていうかですね、女性が半分なんで、でもまあこれもいい経験というか、ということで、まあ、初めての、ね、一緒にやれて非常にこう嬉しいなと思ってますけど、まあ、たっぷりですね今からまあ2時間半ぐらい休みも含めてですね、増田みひろワールドですね、一部ではミヒラーって言われてましてですね、増田みひろの追っかけが全国に結構たくさんいるんですが、というですね増田さんの今までの体験と、今までの学んだいろんなノウハウをですね、まあ短いですけど披露していただこうと思います。ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、増田みひろと申します。初めてお会いした方もいるかと思いますので自己紹介を少ししたいと思います。僕は今っていうか昔からそうなんですけども東北の山形県山形市っていうところに住んでおります。でそこから全国各地に、まあ、今日もここへ、セミナーや講演に出かけています。仕事はどんな仕事をしているかというと、この本が一番新しい本なんですけれどもここに質問と書いてあります。僕の仕事は質問することが仕事で、というか質問しかしないというのが仕事です。例えば今日自分でビジネスをされている方も多いと思うんですけれども経営者の方々のところへ行って質問してきます。でその質問に経営者の方が答えるとどうなるかというと考え方が変わってで行動が変わってその結果売上が上がるもしくは組織のパフォーマンスが良くなるとそんなお手伝いをしております。また小学校や中学校に行って、子どもたちに質問しに行くということを、何年前かな5年前からですね行っております。それは、まあ、交通費も講師料ももらわないで、毎月毎月ね行ってるんですけれども、子どもたちに質問するとどうなるかというと質問に答えると目の輝きが変わったりなんかやりたいなと思うことが見つかったり、自ら行動するようになったり宿題やろうかなとかスポーショーとかね部活の練習しようかな、そんなことを質問として、提供しているということを行っております。このような形で、セミナーをさせていただくのもですねたくさんの機会
多い時は1ヶ月で25回ぐらいあるんですけれども、ほとんどこう今日は2時間、約ね2時間ちょっと時間をいただいてますが、その時間ずっと僕が話をするっていうことはほとんどなくて、するのは質問です。で、喋るのは誰かというと皆さんが喋ります。僕が質問してその質問に答えを書いていただいて、書いた答えを伝え合うということをですね、していく中で気づくこととか発見することとかがあってですね、自分のビジネスだったり自分の活動に生かしていくということをですね、行っていきます。ですのでですね、今日もあの皆さんにたくさん質問していきますので、ぜひ質問に答えを書いてみるっていうこととですね、書いた答えをテーブルの中でですね伝え合うということをやっていくことができればなと思います。ではですね、質問に入る前に、後ろでテーブルに座っていらっしゃらない方もいますよね。移動することって可能ですかね。こちら入らないと人間は、そうなんですよ、2名だけなので、はい、入っていただいて、あと その辺はテーブルありますか。まだここがね3名空いてるのと、あ、ここも空いてますね。なのでできればあの書くのが楽なようにですね、テーブルがあった方がいいので、ぜひテーブルのあるところへ移動していただけたら嬉しいなと。こちらへどうぞ。でね、テーブルがマックス6人ぐらいだといいんですよね。あんまり多すぎるとですね、あの答えを伝え合うことができにくくなるので、6人以上のテーブルのところいらっしゃいますか。じゃあそちらの方はお手数なんですけれども、こちらか、あ、そう、隣でも結構です。OK、 はい、では、いきたいと思います。今日は転職とかですね、企業とかですね、経営とかですね、そんなキーワードで一日通して行っているわけなんですけれども、最初の質問はですね、今3時15分ですね。そして終わるのが約2時間なので5時半としましょうか。最初の質問は、5時半の時にどんな状態になっていたら、いやー今日来て本当に良かったなと思いますか。この質問にご自身のノートに、あ、ちなみにですね、今キューマスのワークシートがあるんですけども、あれ、それこの後に使いますので、ちょっと取ってていただいて、まずはご自身のノートにねお書きいただければなと思うんですけれども、最初の質問は、今日のこの僕の講座が終わった時に、約5時半の時にどんな状態になっていたら、もしくはどんな成果がね上がっていたら、いや今日来て良かったなと思いますか。その答えをお書きください。それではどうぞ。これが分かったらいいなでもいいし、こんな気持ちになったらいいなでもいいし、こんな成果が出ていたらいいなでも結構ですし、どんなことでも結構です。今の時点から、今の時点から、はい、今の時点から、そうですね、この2時間半後にどうなってたら最高かで結構です。はい、ありがとうございます。ではですね、今日のスタイルなんですけども、僕が質問して皆さんが質問を書いて、今度は書いた答えを同じテーブルの中で伝え合う
まあ、読み上げるっていうことを行っていきますので、それをやっていきます。それを何回も繰り返していきます。で、聞いてる方々はその答えを聞いたらですね、ぜひ小さく拍手をしてあげてください。ではテーブルの中でどなたからでも結構ですので、この2時間半後どうなっていたら最高かを発表しちゃってください。どうぞ。はい、ありがとうございます。では、進めていきたいと思いますね。今書いたことをちょっと今日のこの僕の講座の時間2時間半のゴールにしていただいて、まあ、そこに向かっていくようにですね、ぜひ受けていただければなというふうに思います。そしてですね、次にしてほしいことは、これまたご自身のノートにねお書きいただきたいんですけれども、その今皆さんがこれが終わった時にどうなったら最高かなというふうに、書いたですね、ゴールに行くためにはいくつか分かった方がいいこととか、この時間で解決した方がいいこととか、この時間で得たものがいい要素とかがあるはずなんですね。でそれを踏まえてなんですけれども、まあ、この講座に対してもしくは僕自身に対して、どんな質問をしたいですか、どんなことを聞きたいですか、それを質問を3つ書いてほしいんですね。で少し解説をすると、例えば今日来た理由は自社の売上を増やしたいからここに来たんだっていう場合は、これから作る質問の1つが、例えばどのようにすれば売上が上がりますかという質問になります。今日ここに来た理由は社内のコミュニケーション力が上がった方がいいんだよね、だったらどのようにすれば、社内のコミュニケーション力が良くなりますかっていう質問になるかもしれません。このゴールが皆さんそれぞれ違うので、ここに出てくる質問、皆さんが僕に聞きたいことや皆さんが今日この講座に対して聞きたいことの質問は全然違うと思うんですけれども、
ぜひその質問を3つ書いてみるってことを行ってみましょう。3つ全部書けなくてもですね、1つだけ書ければ結構ですので、僕にもしくはこの講座に対して聞きたいことは何ですか、質問形式で書いてみましょう。どうぞ。はい、では、どんな質問を書いたかを、書けたところ3つじゃなくても2つしか書けなかっただったら2つだけで結構ですので、その質問を同じテーブル全員で、発表し合ってください。それではどうぞ。
って思えたのかなとか、講演を聞いた後に例えば司会者の方からじゃあ今の講演を聞いて何か質問ありますかという形で話を聞いた後に質問を考え、質問するってことを行います。ただ、僕の場合はその逆でですね、話を聞く前に質問を作ってみるっていうことをいつも行ってるんですね。自分が誰かの講座に行く時もそうだし、誰か他の方の本を読む時もそうです。本を読む前にこの著者に質問を考えてみようということで、質問3つぐらいね、考えてみて本を読みます。そうするとなぜ自分が本を読むのかもよく分かってくるし、なぜ自分がこの講座に来るのかもよく分かるし、逆にこれが分かったらもうこの講座で元は取れたなかもしれないし、得るものがあったなという確認もできます。ですので、今日に限らずですね、何かを受けるとき、何かインプットをするときは事前に質問を作ってみるということをですね、ぜひやってみてください。今書いた質問、今日のそうですね、講座の中で質問する時間もぜひ作りたいなと思うので、その時に、ね、そこに書いてある質問の中から、ぜひ僕に質問してもらえればなと思います。そもそも僕はですね、今から
16年前に起業しました。山形にですね、東北芸術工科大学という芸術系の大学がありまして、でそこの、まあ、初めての卒業生で卒業し、卒業してすぐにですねデザイン事務所を作りました。でそこでテレビコマーシャルを作ったりですね、ホームページのデザインをしたり、冊子とかパンフレットとかポスターを作ったり、そんなことを行っていました。まあ、印刷物のデザインは同じ地域にたくさん、できる会社はあったんですけれども、ホームページを作るとか、あとはテレビコマーシャル、その当時コンピューターグラフィックを使って作るという会社はですねほぼなくて、たくさん仕事が舞い込んできました。僕と後輩と2人で作った会社です。で、仕事がこう増えていくにつれて、またさらに後輩を雇って、一緒にこうデザイン事務所で制作の仕事を行っていったんですけれども、仕事は増え売上は上がるけれども忙しくてしょうがない、要は自分の体が動いた分しか売上が上がらないので、売れれば売れるほど大変だっていう状況に、なってきました。まあ、でもそれを改善する方法、当時の僕23歳の僕はですね知らなくて、まあがむしゃらに一生懸命やっていったわけです。そんな時に一つ質問を今思い返してみれば、自分にしていました。それはどんな質問かというと、今の仕事お金をもらわなくてもできますかという仕事です。あ、質問ですね。今の仕事お金をもらわなくてもできますかっていう質問を、まあ、経営者である自分自身、創業した自分自身にしていました。その時の僕の答えは、あ、無理無理、これお金もらわないとやっていけないよって感じました。でもその答えを言った時に、自分でビジネスをやってるのにその脳の答えってなんか変だなと思って、じゃあ僕は何をしたいんだろうということを再び考え始めました。過去振り返ってみた時にどんな瞬間がすごく楽しかったのか、お金をもらわなくてもやりたいなと思ったのかで思い返してみたら、僕が1期生で卒業して、自分でビジネスを立ち上げ会社を作ってやっていくとですね、まあ、その同じ学校において、その独立した大卒で独立したのは僕だけだったので、まあ、テレビの取材とか新聞の取材とか、たくさん来てですね、後輩たちにも、そのことが知られているわけです。でその後輩たちが、いや僕も会社を作りたいんです、私も自分の作品で食べていきたいんです、まあ、そんな相談が、ね、たくさん来ました後輩たちから。でもですね、アドバイスをするのが僕はあまり好きじゃないので、そうなんだって話を聞いたり、でもそれって本当にやりたいのって質問したり、そうするとみんなやる気になって帰ってくるんですね。これも面白いなと思って、でもこんな仕事はあるわけはないよなと当時思っておりました。でまあそれからまた日が経ってですね、自分のそのデザイン事務所、インターネットのビジネスもやっていたので、インターネットの事業もより成功させたいなと思って、シリコンバレーで、アメリカのシリコンバレーで、インターネットベンチャーを立ち上げて、日本人の方がですね、それで、まあ、大成功して、会社を行って日本に帰ってきて講演をするっていう、機会に、聞きに行きました。さぞかしなんか素晴らしい秘密とか、素晴らしいマーケティング方法とかがあるんじゃないかなと思って期待をしていったんですけれども、その方が言ったのは、なぜ我が社が成功したかというと、我が社にはコーチがいたんだよという話でした。コーチって何だろうって当時の僕はね思いました。スポーツを会社でするわけでもないし、何なんだろう。でその講演してる方が言ったのは、コーチというのは週に1回来て質問して帰ってくだけなんだっていうんです。それは面白いなと思ってですね、それはまさに僕がやりたいなと思ってた仕事にすごく近いなと思って、でそれがもうアメリカではビジネスになってるってことをですね、知り、そのことを学びたいなと思って、最初は
コーチングビジネスコーチングなんですけれども、そのビジネスコーチングやここの会場でもやっている、カウンセリング心理学っていうのを学び始めました。そうしていく中で、コーチングの中でいろんな技術があるんですけども、そのうちの一つが質問という技術です。質問する。で、僕もこうたくさんの方、例えば先輩の経営者の方から、もしくは同じ友達から、同じ年代の友達から、質問されて答える瞬間に、あ、そっか、そうだったよなって思うことがすごくたくさんありました。質問に答えると何か変化が起きる。質問に答えると魔法にかかったように変化が起きるっていう出来事が続いて、そっか、質問に答えると魔法にかかるんだ、じゃあ質問って魔法の質問だよなと思って、2004年の元旦からですね、毎日毎日魔法の質問という、まあ、質問を1個作ってですね、メールマガジンで発信をして、そしてブログで発信をしてっていうことを始めました。誰のために配信をしたかというと、自分のためです。自分に1個質問をしてみよう。で、まあ、魔法の質問ね、書きますね、書いてメールマガで送信ってするんですよ。で、当時の読者は1人です。1人っていうのは僕だけです。なので送信ってすると自分のところにメールがピンって出てくるんですね。それで、あの、質問に答える、ブログで答えるっていうのも1件だけ僕だけなんですけれども、そんなこう虚しいことをですね、こう繰り返す日々が数ヶ月ありまして、で、読者がね、10人、20人、50人、100人って増えていって、今では2万人の方にですね、読んでいただいておりますが、そんな風に僕が質問を始めたきっかけっていうのがあります。この本をですね、去年出版元である日経 BP さんからのご連絡をいただいて、僕は今まで本をたくさん出してる、これ17冊目なんですけれども、海外のアンセルトですね、どちらかというと自己啓発とか、あとはコミュニケーションとか子育てとか、そんな本が多かったんですね。でもその日経さんからですね、質問ってビジネスにも経営にもすごく使えますよねということで、お話をいただいて、実際にたくさんの質問のをですね、その編集担当者の方に、答えていただきました。で、その時にその編集担当者の方もなかなか答えられなかった質問が本の最初の本に載っているので、この質問に、皆さんにもね、答えていただければと思います。もし自分で経営している、もしくは会社に勤めているのであれば、このままの質問に答えてください。質問としては、あなたの会社が今なくなったら誰がどのように困りますか。あなたの会社が今なくなったら誰がどのように困りますか。もし働いていない方であれば、自分自身がいなくなったらでも結構です、ね、自分自身がいなくなったら、働いている方、経営されている方は、あなたの会社が今なくなったら誰がどのように困りますか。この質問に答えてみましょう。じゃあ答える時間1分間ぐらい取りたいと思います。それではどうぞ。では今書いた答えまたお伝え合いください。発表が終わったらぜひ拍手してあげてくださいね。それではどうぞ。
してないのは。